ブルーインパルスとは航空自衛隊に所属する極技飛行隊の愛称。当初は部隊の中の1チームという位置づけで1995年に正式に1部隊として独立した。正式部隊名は第4航空団飛行軍第11飛行隊で広報活動を主な任務とし展示飛行を専門に行う部隊である。世界の極技飛行隊の中でも スモークを使って空中に描画する、いわゆる描き物を得意とするチームである。少数機による密接した編隊での精密な演技を得意としている。現在の本拠地は宮城県の松島基地である。本校では、急に本陸海軍が行っていた極技飛行の歴史を踏まえた上で、第11飛行隊の体制についても解説する。また、第十一飛行隊では、 ブルーインパルスがイベント等で行う飛行のことを展示飛行、展示飛行の開催地に向かうことを展開と呼んでいるため、本校の記述もこれに順位ずる。なお、航空交通管制における編隊のコールサインは、相性がそのまま用いられている。本校では、自衛隊以前での階級については、当時の階級で記述する。使用機材の変遷については、 歴代運用季節を参照。現田サーカス1916年に開けたされた旧海軍の横須賀海軍航空隊は当初の任務は教育や飛行連成が主だったが航空隊が各地に開けたされる頃からは戦技研究や航空機の実用試験を主な任務として行うようになっていた。海軍では一般からの献金によって製造された 戦闘機や爆撃機を報告号と称しており、1932年頃から剣王式典の際に民衆の前で極技飛行を行うようになった。これが日本におけるアクロバット飛行の始まりで、当時は変態特殊飛行と称していた。この変態特殊飛行を考えたのは、当時海軍の戦闘機分隊長だった小林義と大尉で、小林が率いる。 変態特殊飛行チームは、サンバガラス、空中サーカスと、新聞でもて生やされた。またこれに先駆ける1925年、旧陸軍の所沢陸軍飛行学校で行われた、航空兵家独立記念祝典にて、数万の監修のもと空中分裂式と並んで、各種飛行曲技の狂乱が実施されている。一方、1931年に発生した、 流状湖事件を起として、満州を制圧した関東軍に、当時の日本社会は高揚し、報告号の県の数も増えることになった。ちょうど1933年に、現田ミノールが、戦闘機分解に配属され、変態特殊飛行チームを受け継いだ時期と重なったため、極技飛行の機会も増加し、使用する戦闘機の数も9機にまで増加した。これらの変態特殊飛行は、 もっぱら90式艦上戦闘機を使用して行われた。科目には3機変態で急降下し、引き起こし中に1機だけ背面飛行となり、そのまま急上昇というものもあり、列機はほとんど姿勢を崩さなかったという。こうして、変態特殊飛行チームは、ン田サーカスという通称が定着していった。しかし、戦争の激化とともに、 変態特殊飛行は行われなくなった。自衛隊設立後、第二次世界大戦が終結した後しばらくは、連合国軍最高司令官総司令部の301号訓令によって、日本では航空機の製造や研究などが許されない時期が続いた。これが解除されたのは、サンフランシスコ講和条約によって、日本の主権が回復した1952年で、 同年10月には、保安隊が発足し、翌1953年1月からは、保安隊航空学校において、操縦教育が開始された。さらに、1954年には自衛隊法が成立し、保安隊は自衛隊に改組されることになり、同年7月には、航空自衛隊が発足した。1955年か1956年頃の、 サンダーバーズ1955年には MSA 協定によって航空自衛隊はアメリカからジェット戦闘機の F-86F セーバーの供与を受けることになった。これに対応しパイロットの一部は共感過程に進むためにアメリカに留学することになった。この時に日本のパイロットが留学していたのがアメリカ空軍のネリス空軍基地で 留学生のうちの一人のパイロットは、基地で見たサンダーバーズのアクロバット飛行演技に深く感銘を受けた。また、アクロバット飛行チームのメンバーになることが、戦闘機パイロットにとっては大変な栄誉であることも、目の当たりにした。このパイロットは帰国後に、浜松基地の第一航空団、第一飛行隊の教官として着任し、当時浜松基地に、主任教官として、 在日アメリカ軍事援助顧問団から赴任していた、ジョーライリー大尉の助言を受け、同僚を誘い、1958年頃から、飛行訓練の合間に、アクロバット飛行の訓練を行うようになった。これは、極秘裏に行った訓練で、やがて飛行隊長の知るところとなった。この飛行隊長は出席するどころか訓練の趣旨に、共感し、すぐに、 航空団の上層部に掛け合って、正式に訓練できる環境を整えた。その上、1958年秋に行われる、浜松基地会長記念式典のアトラクションとして、アクロバット飛行の公開を行うことが認められた。間もなく3番機が訓練に加わり、3機編隊での本格的な訓練が開始された。3人は、教官として、学生訓練を終えた後、 午後4時頃からアクロバット飛行の訓練を行っており、1ヶ月で60時間ものフライトを行っていたという。この時期の第一飛行隊のコールサインは、チェッカーで変態飛行の際にはこれに変態名として、式名を付けており、アクロバット飛行チームでは、チェッカーブルーというコールサインを使用していた。当1958年10月19日には、 この3名によるチームにより、航空自衛隊によるアクロバット飛行が初めて一般に公開された。使用機材は通常装備の F-86F であり、スモークも特別塗装もなかったものの、ジェット機のアクロバット飛行は映画の中でさえ珍しかった時代に、航空自衛隊関係者と観客に与えた衝撃はかなりのものだったと言われている。 この後に4番機が加わり、翌1959年3月15日には、愛知県犬山市で行われた日本平和、防衛博覧会の開会式、同年3月20日の防衛大学校卒業式、同年4月26日の名古屋空港祭において、展示飛行が行われた。ここでチームは一旦解散という形態を取ることになる。ものの、アクロバット飛行の訓練は継続された。 その後、同年8月に、アクロバット飛行チームのリーダーは交代することになり、リーダーの所属する第2飛行隊のコールサインが、インパルスだったため、アクロバット飛行チームは、インパルスブルーというコールサインを使用することになった。同年12月に、アメリカ空軍のサンダーバーズが来日し、同月12日には、埼玉県のジョンソン基地において、 超音速ジェット戦闘機の F-100、リスーパーセーバーを使用したアクロバット飛行を披露した。この時、航空自衛隊のアクロバット飛行チームもフライトを見学し、パイロットや地上要員のパフォーマンスを観察したほか、整備員はサンダーバーズのメンバーからスモーク発生方法に関する情報を得ることができた。正式発足へこの間に、 アクロバット飛行チームは一旦活動休止状態になったものの水面下では航空自衛隊アクロバットチーム設立に向けた準備が進められていた。とはいえ自衛隊内部でも基地上空での極技飛行は規則違反国家公務員が極芸症などやる必要はないという反対意見も根強かった。しかし1959年7月に 航空爆料長が交代すると航空爆料長自身がアクロバットチーム設立に対して直接介入するようになった。この時の航空爆料長は戦前にゲン田サーカスと称してアクロバット飛行を披露していた経験があるゲン田ミノルである。ゲン田は過去の経験からアクロバット飛行が一般人を引きつけることで自衛隊が 国民に親しまれる効果だけではなく、隊員の指揮工場にも効果があることを知っていたと考えられている。また、飛行人のままでは、訓練中に事故死しても、殉職扱いにならない可能性があるため、現場は、一万一の事故でも名誉ある措置が取れるようにと考えた。こうして、アクロバット飛行チームの正式化は、航空爆料長であるンダの内諾を得られ、 パイロットも7名に増員されて訓練が続けられた。1960年3月4日には、浜松北基地で第一航空団司令と空爆防衛部長がアクロバット飛行の仕上がり、具合をチェックすることになり、16日目のアクロバット飛行を披露した。なお、当初は展示飛行のことを公開飛行と称していた。 まだアクロバット飛行チームは正式化されていなかったもののこれがブルーインパルスの第一回目の公式展示飛行とされているこの検閲の結果第一航空団司令と空爆防衛部長は合格という判断を下したこの報告を受けた現場は同年4月12日の公式展示飛行を視察した上同年4月16日に アクロバット飛行チームの編成を加盟した。この加盟を受けて、第2飛行体内に空中機動研究班が正式発足した。空中機動研究班の目的は、戦闘機パイロットには不可欠の要素である、操縦技術、チームワーク、信頼心、責任感、国旗心を研究訓練し、技術と精神力の限りない連磨と向上、展示飛行の目的も、 チームの力を最大に発揮し、戦闘隊戦力の一端を多くの人に身近に観察する機会を与えるとともに、航空意欲の向上を図ると定められていた。なお、空中機動研究班は一個の独立した部隊ではなく、第一航空団の教官から選抜された、パイロットによるチームであり、教官としての職務の傍らで、アクロバット飛行訓練と展示飛行を行っていた。 また、この時に考えられた科目は、ほぼすべてが、サンダーバーズの科目構成に習ったものだった。相性決定と特別塗装の導入道1960年5月21日には、ジョンソン基地において行われた、三軍統合記念日公開において、展示飛行が行われ、この時に初めてスモークが使用された。なお、機体には、まだ特別な塗装はされていなかった。 同年8月1日には、舞台名が空中機動研究班から特別飛行研究班に変更された。また、これとは別に親しみやすい愛称を設定することになり、自衛隊の部内で工房を行った結果、浜松基地の近くを流れる天竜川にちなんで、天竜という愛称が採用されることになった。ところが、航空交通管制のコールサインとして使用すると、 アメリカ軍の航空管制官にとっては発音が難しい上、古臭いという意見もあった。そこでこれまで使用していたインパルスブルーを逆にしたブルーインパルスとしたところごろもよく一般にも分かりやすいという理由により正式な愛称として決定した。編隊長であった稲田厚美さんさが愛称の命名を担当しておりインパルスブルーとするか。 ブルーインパルスに変更するかで迷っていたという。彼の妻が衝撃という意味では原爆の青い閃光ほど衝撃的なものはないと言ったことからブルーインパルスに決まったという。こうして正式化されたブルーインパルスは1960年には13回の公式展示飛行を行った。ところが、 公式展示飛行が20回を超えた後の1961年7月21日、次期編隊長期として訓練を行っていた F-86F が、イラゴミ先沖で墜落しパイロットは殉職。ブルーインパルスでは、初の犠牲者となってしまった。このため、ブルーインパルスは、約1ヶ月ほど、飛行停止となり、事故調査の結果を受けて、安全対策が整えられた。 なお、この時期は、ブルーインパルスに限らず、各地の飛行隊で、墜落事故が多発していた。防空上からもパイロット育成が急がれたため、事故から飛行再開までは短期間であった。この事故を契機として、それまで第一飛行隊と第二飛行隊から選抜されていたパイロットの所属を、すべて第二飛行隊とすることによって、パイロットのスケジュール調整を容易にした。 特別塗装機とカラースモークこの時期まで、ブルーインパルスに使用されている機体は、スモーク発生装置を装備していること以外は、通常の塗装デザインであった。しかし、変態飛行でのポジション取りのための目印が少ない上派手さにも欠けていた。このため、隊員から塗装デザイン案を募集した上で、初代となる、ブルーインパルス塗装が採用されることになった。これと、 並行してカラースモークを発生させる研究も進められ、1961年10月22日の展示飛行で初めて特別塗装機とカラースモークが披露された。1963年9月には、東方の映画、今日も我大空にありの撮影に第一航空団とブルーインパルスのパイロットが協力することになった。この撮影期間中に東方から ブルーインパルスの塗装デザイン案の提供の申し入れがあり、プロのデザイナーが新塗装のアイデアを提供した。これが正式に2代目となるブルーインパルス塗装として採用されることになった。この新デザインを施した機体は、1963年10月5日に、美保基地で行われた、航空祭において披露された。東京五輪で五輪を描くこれより、 少し遡る1963年1月、東京オリンピック組織委員会より、ブルーインパルスに対して、1964年10月10日の東京オリンピック開会式における祝賀飛行の要請があった。ただし、当時航空爆料長だった現場は1961年から1962年にかけて、自民党議員団や財界人、さらには、 アマチュアレスリング協会の会長も浜松基地に呼んで展示飛行を行わせていた。また、東京五輪の準備に際しては防衛庁もオリンピック準備委員会を設けており、自衛隊も協力することになっていた。陸上自衛隊は祝報を放ち、海上自衛隊は五輪機を掲げて更新を行うことになっていたが、航空自衛隊の協力できる部分がなかった。 源田は1962年の参議院選挙に出馬して、政界入りしており、その直前に、開会式の上空に五輪を描くことを発案し、航空爆料庁から退官する際に、業務引き継ぎ事項の中に加えた。さらに、源田は、政界入りした後も、オリンピック開催準備委員長でもあった、参議院議員の津島十一に対して、空に五輪を描くことを提案していた。 こうした事情から、このおからの要請は、現場の根回しの結果であると言われている。この結果、当初は単なる高下飛行の要請であったが、第一航空団の飛行軍司令から、ブルーインパルスに対して、五輪を描けというオーダーが入ることになった。同年5月23日には、この事務局から数名のスタッフが、 浜松基地を訪れ、ブルーインパルスのアクロバット飛行を見学した後、スモークで五輪を描く任務が具体化することになった。この準備に際して、まず、ブルーインパルス側である程度の案を作成し、これを叩き台にして、おが、開会式典の構成を策定した結果、おから、航空自衛隊への要望は、五輪マークを15時10分20秒から描き始め、位置は、 昭和天皇が座るロイヤルボックスの正面で前景が見えることという細かいものとなった。それに合わせてコードや円の大きさなどの方針を固めていった。しかし何度訓練してもなかなかうまく描くことはできなかったという。また、カラースモークも一番木が青、二番木が黄、三番木が黒、四番木が緑、五番木が 赤の五色で五輪を描くように準備した。しかし、黒の発色がうまくいかず、ようやく完成したのは、開会式の10日前である。開会式前日の東京は、土砂降りの雨で、もし開会式当日の10月10日も雨の場合は、開会式は中止されることになっていた。このため、ブルーインパルスのパイロットらは、これは明日はないと。 早が転し、深夜1時まで酒を多く飲んでそのまま新橋に宿泊してしまった。しかし、翌朝パイロットらが目を覚ますと、東京の空は快晴であり、泡を食った、ブルーインパルスのパイロットらは二日酔いのまま、イルマ基地に駆けつけ、本番に臨むことになった。ブルーインパルスは、出発に際し、イルマ基地の航空管制官から、エニーアルティチュードオーケー、つまり、 どの高度で飛んでもよろしいという離陸許可を得た。予定通り午後2時半に離陸した、ブルーインパルスは、神奈川県省南海岸の上空で待機した。入場更新の遅れから、秒単位で指定されていた式の進行が乱れ、隊長の松下治萌は起点を聞かせて、航空無線機器で NHK ラジオを受信しながら、開会式の状況を確認して、タイミングを見計らった。 聖火ランナーが国立競技場に入場すると同時に、ブルーインパルスは江ノ島上空を通過し国立競技場へ向かった。会場で鳩が放たれ君が予選章が終わった直後、赤坂見つけの上空にたどり着いた、ブルーインパルスは松下の号令でスモークで五輪を描き始め、30秒後には東京の空に東西 6km 以上にわたる五輪が描かれた。 練習でも経験したことのない会心の出来栄えであり、成功の無線を受けたパイロットらは、コクピット内で、歓喜の声を上げたという。展示飛行を終えた、ブルーインパルスは、銀座の上空を低空で通過したり、上野、池袋、新宿、渋谷、品川の上空をスモークを引きながら、外線飛行し、ル間基地に帰投したとされている。当時は、 都内での飛行は厳しく制限されていなかった上、前述の通り航空管制官からはどの高度で飛んでも良いという許可を受けていた。これはオリンピック市場でも前例のないアトラクションであり、開会式が全世界に衛星星中継されていたこともあって、ブルーインパルスは日本国民のみならず世界的にも大々的に知られることになった。ブルーインパルスの隊員らは この展示飛行の功績で、防衛功労賞とオカラの感謝状とトロフィーを10月20日に授与されている。なお、オカラは、開会式後に閉会式での実施も打診されたが、松下は、もう成功できるかどうかわからないと自体している。1960年代後半当初は、訓練区域が今ほど飛行場から遠くはなく、連度の維持が行いやすかった。 そのため演技の精度は高く、さらに規制も緩やかだったために展示飛行での高度が低かった。その高度の低さは、科目、ハイスピードローパスを例にすると、高度35フィートというもので、草をむしり取ったという逸話はさえある。なお、1965年から単独機のパイロットを務めた、経験のある村田博士生は、 舞い上がった草の切れ端が翼についていただけとしている。1965年1月に、追記基地から第33飛行隊が、浜松基地に移転の上、第1航空団所属となり、さらに同年11月20日には、第2飛行隊が解体となったため、ブルーインパルスのパイロットは、全員が第1飛行隊所属となった。また、チーム正式名も、 特別飛行研究班から、戦技研究班に変更となった。この年は、パイロットのメンバー交代や補充もあり、各ポジションに2名ずつパイロットを配置することが可能となった。なお、この時期に第一航空団戦技研究班の、インシグニアが作成されているが、作成したのは当時ブルーインパルスのパイロットだった、村田博士誠一である。同年7月25日には、 松島基地の航空祭において、ブルーインパルスとしては、通算100回目の展示飛行が行われた。しかし、同年11月24日には、アクロバット飛行訓練中に1機が失速して墜落、パイロットが殉職するという、ブルーインパルスでは2度目の事故が発生した。その後も活動は続けられ、1969年9月7日の、 岡玉航空祭において、通算200回の展示飛行を達成した。この頃になると、航空自衛隊の航空祭以外にも、1966年11月6日に、入間基地で開催された、第1回航空宇宙賞において、展示飛行を行うなど、イベントにおいて、展示飛行を要請されることが増え、自衛隊のイメージアップという当初の目的は身を結びつつあった。 その一方、1967年頃からは、浜松基地周辺における、宅地化の進展に伴い、騒音問題が発生していたため、訓練空域を会場に移さざるを得なくなった。大阪万博で文字を描く1969年12月、日本万国博覧会協会から、ブルーインパルスに対して、日本万国博覧会の開会式上空における、 展示飛行の要請があった。当初、展示飛行の内容については、ブルーインパルス側に任されていた。この当時のブルーインパルスは、飛行技術面や、組織面でも安定した時期で、実力のあるパイロットも揃っており、自主的な研究によって、エキスポ70という文字を描くことになった。早速訓練を行い、万博協会の関係者が、 浜松基地を訪れた際に訓練中の文字を見せた、結果、本格的にプロジェクトとして進められることになった。これは五輪を描くよりも困難であったが、1970年1月12日には、浜松基地上空でエキスポ70の文字を描くことに成功した。一方、万博の会場からわずか8マイルの地点に大阪国際空港があるため、大阪航空局からは、 飛行の承認はできないと通告を受けた。これに対し、万博協会からも陳情を行った結果、1970年2月中旬には、飛行許可を得ることができた。開会式当日の1970年3月14日、浜松基地を出発した、ブルーインパルスは、万博の会場で4日目のアクロバット飛行を行った、あと2分30秒かけて、 海上上空にエキスポ70の文字を描いた。その後、同年6月29日のジャパンデーにも同様に文字を描いている。閉会式当日の同年9月13日に万博会場上,上空で当初、さよならの文字も描く予定だったが、当日は曇り空だったため、描けないと判断し効果飛行のみを行う。 1970年代横田基地でのブルーインパルス1971年に入ってからもブルーインパルスは順調に展示飛行を重ねていた。しかし同年7月30日に全日空気雫石衝突事故が発生したため展示飛行を自粛する事態になった。この事故の影響で1973年までの展示飛行の回数が減少した。 また、この事故を契機として、航空路と訓練空域の見直しが行われ、アクロバット飛行訓練にも大きな制約が加えられることとなったため、ブルーインパルスのメンバー要請に要する期間が2倍になってしまった。展示飛行が再開されたのは、同年11月3日に名古屋空港で行われた国際航空宇宙ショーからで、この国際航空宇宙ショーには、 アメリカ海軍のアクロバット飛行チームであるブルーエンジェルスも参加していた。1972年11月4日にはイルマ基地を離陸した直後に3番機がエンジンのフレームアウトにより墜落する事故が発生したが、この事故による活動への大きな影響はなかった。なお、3番機のパイロットはベールアウトによって無事で地上への被害もなかった。 ここまでのブルーインパルスの展示飛行は5機体制であったが、1976年9月26日に行われた第一航空団創立20周年記念式典においては、6番機を加えた単独機2機による演技が公開され、以降地元浜松基地での展示飛行など特別な、場合に6機での演技が披露されるようになる。しかし、 実動部隊では F-86F どころか、その後継機であった F-104J にも後継機として F-4EJ が導入されるようになり、高等練習機としても T-2 の導入が開始されていた。先に述べたようにブルーインパルスのパイロットは、教官が兼任しており、この時期のブルーインパルスは1年間に30回以上の展示飛行を行っていた。 これは F-86F を使用した飛行教育が減少していたため、その分展示飛行の機会が増えていたということである。こうした事情の中、1978年3月には航空爆料庁から松島基地の第4航空団に対して T-2 によるアクロバット飛行について研究するように指示が出され、同年からは 松島基地でアクロバット飛行を行う T-2 が目撃されるようになった。すでに航空自衛隊では1980年度中に F-86F をすべて退役処分とする予定が決まっており F-86F を使用したブルーインパルスの展示飛行も1980年度で終了することが正式に決定した。なお、 1979年1月に F-86F のパイロット要請が終了したことに伴って第1飛行隊が解体された。そのため、ブルーインパルスは第35飛行隊所属の戦技研究班となった。1981年2月8日にイルマ基地で実施された展示飛行が F-86F を使用したブルーインパルスとしては、 最後の展示飛行になった。この最後の展示飛行では、松島基地から通常塗装の T-2 が飛来してアクロバット飛行を披露した。F-86F を使用した展示飛行の実績は545回だった。その後、浜松北基地で3月3日に行われた飛行訓練が最後の訓練となり、同年3月31日限りで、 第35飛行隊の戦技研究班も解散となった。国産練習機の導入 T-2 によるブルーインパルス F-86F の後継機については日本で製造した国産機によってパフォーマンスを行うことが自国の防衛力や航空産業のレベルを誇示する上で大きな意義があると考えられた。このため前述したように後継機として t-2 によるアクロバット飛行について研究の指示が出されていた。t-2 は超音速機であることから飛行速度の高速化に伴いターンやループの半径が大きくなり、海上上空へ戻るのに時間がかかるため、科目の間の時間が長くなる。このため t-2 では単独機を1機増加させた6機体制での展示飛行が 効果的であるという研究報告がまとめられた。これに伴い、1979年には、ブルーインパルス用として6機の T-2 が予算として計上された。つまり、変態飛行による演技の感激を単独機による演技で埋めるという工夫である。1980年10月には、次期ブルーインパルスの塗装デザインの一般公募が行われ、 2055作品が集まった。1981年1月には、女子高校生4名による合作デザイン案が最優秀賞として採用された。1982年1月12日には、松島基地の第4航空団第21飛行隊内に、戦技研究班が設置され、同年3月10日までに新造された6機の T-2 がすべて引き渡された。 機種の変更と同時に、パイロットと地上要員の制服についても、新しいデザインとなり、さらに地上でのパフォーマンスも変更された。浜松基地航空祭での墜落事故こうして、F-86F ブルーインパルスの最終展示飛行から約1年半が経過した1982年7月25日、松島基地航空祭において T-2 を使用した。 ブルーインパルスでは初の展示飛行が実施された。ただし当日は天候不良のためアクロバット飛行は行われず2機を使用した低空飛行と変態飛行のみが披露された。同年8月8日に行われた地と赤地の航空祭からは本格的なアクロバット飛行による展示飛行が開始された。ところが同年11月14日に行われた浜松。 基地航空祭での展示飛行において、下向き空中開花という演技を行っていたとき、4番機の引き起こしが間に合わず、会場近くの駐車場に墜落するという事故が発生した。これは、ブルーインパルス市場では初めてとなる展示飛行中の事故であり、墜落機のパイロットは、殉職、地上の民間人にも負傷者が出た上、航空祭には報道のカメラも入っていたことから、 事故の一部始終を録画した映像が夕方以降のニュースで繰り返し流される事態になった。多くの報道では危険な極技飛行として扱われ、ブルーインパルスは発足以来最大の危機を迎えた。事故原因の究明が行われ、変態庁のブレイクコールは通常より約3秒遅れ、墜落か静還かの分岐点から0.9秒遅れだった。 この短い時間を過失に問えるかどうかが問題となった。当初は自己調査に対してどのパイロットも非協力的だったが、静岡地方検察庁の杉本和茂が0.9秒の遅れがどのようなものかがわからないと控訴事案とするかの判断ができないと考え、実際にアクロバット飛行訓練に体験登場した後は一転してブルーインパルスのパイロットは 調査に協力的になったという。また、この事故より前に、やはり、下向き空中開花の訓練中に隊長機のブレークコールの遅れが発生しており、この教訓から、ブルーインパルスのパイロットにおいては、リーダー機の指示が遅れたと判断した場合、そのままリーダー機に追従するようにという、申し合わせ事項が作成されていたが、事故機のパイロットはその申し合わせに、 編隊長の命令である以上は従うという理由で拒否しており申し合わせ事項を明文化した思想統一事項が作成された際にも最後まで署名をしなかったというところが事故調査報告書においては最終的には編隊長のブレークコールの遅れが原因と結論付けられたものの危険を感じたのであればブレークせずに 変体調について行くべきであったとして、自己機能パイロットの過失をも問うものになり、思想統一事項の存在が、自己機能パイロットの責任をも問うことになった。その一方、自己機能パイロットは、本来の飛行予想ルートからは、外れた場所に墜落しており、本来のルートの延長線上には、住宅地や、透明高速道路があったことから、自己機能パイロットは、墜落しても、 被害の少ない場所を選んでいたのではないかと推測されている。なお、事故機にはフライトデータレコーダーやボイスレコーダーは搭載されていなかったため真相は不明である。この事故の後、ブルーインパルスは徹底的に活動を自粛していた。松島基地のある周辺自治体でもブルーインパルスは出ていけという雰囲気でとても訓練ができるような状況ではなかった。 しかし、航空自衛隊にとっても、公表活動の大きな柱を失うわけにはいかなかった。実機の飛行と、シミュレーターによる徹底的な検証が行われ、安全対策を検討した結果、1983年10月25日の朝霞駐屯地における自衛隊関越式での展示飛行から活動を再開することになった。しかし、 この時点での活動は、高架飛行のみで、アクロバット飛行についてはその後も慎重に、検討された。最終的に、展示飛行の際の飛行コード引き上げ、下向き空中開花の科目からの除外などを条件に、して、1984年7月29日の松島、基地航空祭からアクロバット飛行を含む展示飛行が、再開された。 人気の問題展示飛行を再開した1984年には8回、翌1985年には年間18回の展示飛行を行うなど、事故後のブルーインパルスは順調に展示飛行を繰り返していた。1990年4月1日には国際下と緑の博覧会の開会式上空で、会場の上空に、 全長 20km にも及ぶ巨大な花のマークを保有する機すべてを使って描き、同年6月3日の岐阜基地航空祭では T-2 ブルーインパルスとしては100回目となる展示飛行を行い、表面的には順調だった。一方、ブルーインパルスは広報活動の一環ではあったが、この頃までは隊員と一般市民が接する機会があまりなかった。これは、 パイロットは映画スターでも何でもない、いい気になっていたら事故を起こすという考えがあったことによる。しかし、1986年からは市民との交流に前向きな取り組みが開始され、航空祭ではパイロットの再委員会も行われるようになった。しかし、こうしてブルーインパルスとしての活動が活発になるにつれて問題が発生していた。 ブルーインパルスのパイロットは教官を兼務しており、これは F-86F 時代と変わっていなかった。このため、アクロバット飛行訓練の時間が十分に確保できず、結果的にブルーインパルスへの在籍期間が長くなった。これは、実動部隊から長期間離脱するということになり、戦闘機パイロットにとっては、好ましい状況ではなかった。また、 航空祭の時期ともなれば、木曜日か金曜日に展開のため他の基地に移動、と休日に航空祭の展示飛行をこなして、松島基地に帰還というスケジュールとなり、残る月曜から水曜の3日間でアクロバット飛行の訓練ともに教官としての業務もこなさなければならなかった。さらに t、t にブルーインパルスが活動を開始する。 少し前の1981年12月17日には、より実践的な空中戦教育を行うための組織として、追記基地で飛行共同体が発足していた。このような状況では、戦技研究班と称しつつ、アクロバット飛行専門である、ブルーインパルスを希望するパイロットは少なくなっていた。その一方で、1980年代後半には、 自衛隊を中途退職して民間航空会社へ転職するパイロットが増え、あまりに退職者が多いために、スクランブル待機の勤務間隔が短くなるなど、自任務にも支障が出る状況になっていた。ブルーインパルスでさえ、1990年3月には、パイロットの半数が転出や退職となり、9ヶ月ほどの間は6機体制での演技が不可能になっていた。 訓練中の事故こうした問題を背景として、1989年頃から、現在の T-2 による、ブルーインパルスの後継チームの検討が始まっており、防衛庁の1991年度予算案では、戦技研究班向けとして6機の T-4 が、含まれていた。しかし、1991年7月4日、金華山沖で訓練をしていた4機のうちに機が、 墜落するという事故が発生した。原因は、皆無の中で、変体長機が空間式失調に陥り、変体が左に傾いたのが原因とされた。しかし、この当時の変体長は、極技飛行チームの中で孤立した状態にあったこと、また変体長は1979年10月に、 第21飛行隊に移動となってから12年もの間移動がなかったこともあり、前述の人気の問題が顕在化した事故とも考えられた。ブルーインパルスは約1年間ほど飛行自粛となった。訓練及び運用規定の見直しを行った上で、1992年8月23日の松島基地航空祭から展示飛行を再開した。なお、 この時点では4機での展示飛行であった。この時期には、すでに T-4 による、新しいブルーインパルスの導入は確定しており、同年10月には、第4航空団、第21飛行隊内に、T、T-4 準備班が発足していた。このため、航空自衛隊の中でも、ソロ要員の要請が間に合わず、機体の補充も難しいという理由から、 6機体制へ戻すことについては消極的だった。しかし、ブルーインパルスの関係者は T-2 によるブルーインパルスの最後は6機で飾りたいと考え、訓練時には通常仕様の T-2 を使用するなどして6機体制での展示飛行を実施することがあった。新規に要因の要請も行われ、1994年には、 通常通りの展示飛行が再開された。同年8月10日には、三沢基地航空祭において、サンダーバーズとの共演も実現した。この時に作成したパッチで、ロゴの無断使用を、サンダーバーズから悟されたというエピソードがある。一方、T-4 による、新しいブルーインパルスの準備も進められ。 T-2 によるブルーインパルスは1995年で活動を終了することになった。最後の展示飛行となったのは同年12月3日に行われた浜松基地航空祭で T-2 ブルーインパルスとしては通算175回目の展示飛行だった。なお、1982年の墜落事故以降、浜松基地航空祭では浜松スペシャルと題した。 水平飛行系演技のみとされており、この最終展示飛行も水平飛行系演技のみで締めくくられた。訓練飛行は1995年12月8日が最後となり、同年12月22日付で第4航空団第21飛行隊内の戦技研究班は解散した。独立した飛行隊として発足1989年頃から進められていた。 新しいブルーインパルスの準備にあたって、関係者は、展示飛行を専門とする独立した飛行隊を設けることを考えた。T-2 の時代まで、ブルーインパルスのパイロットは、教官と兼務する形態で、パイロットの負担が大きかった。独立した飛行隊とすることによって、航空祭などのイベントがある週末は忙しくなる。ものの、週明けには、休暇が取得可能となる。 また、ブルーインパルスのパイロットになることによって、戦闘機パイロットとしての生涯飛行時間を削ることになるという問題についても、任期を3年と約束し、任期終了後は、元の部隊に戻る体制とすることによって、ブルーインパルスの任務に対して指揮が保たれる。さらに、教官と兼務では、ブルーインパルスのメンバー要請にも支障をきたすことがあり、 これを解決するためにも独立した飛行体にすることが必要と考えられた。1995年11月12日に百里基地で並んだ3世代のブルーインパルス。手前から T-27 機、F-86F、T-47 機展示飛行専門の飛行体を新規に創設することは容易ではなかったが、折しも1990年代は、 災害派遣や国際貢献などで自衛隊が活動する機会が増加しており自衛隊に対しても国民からの理解が深まっていた時期で自衛隊は広報活動に対してより積極的になっていたこうした背景から前述の問題点を解決して安全で効率の良い運用を行うため展示飛行戦術の部隊として独立することが認められた 1992年11月6日には、ブルーインパルスの塗装デザインの一般公募が行われ、2135作品が集まった。その中から、精神科医で飛行機ファンでもある、斉藤昌司のデザイン案が採用された。また、展示筆行の科目についても T-4 の性能を生かした内容が検討された。 1994年10月1日には、松島基地第4航空団に、臨時第11飛行隊が編成された。翌1995年7月30日には、研究飛行と称するアクロバット飛行が、松島基地航空祭において、一般公開され、T、T-2 のブルーインパルスと共演した。同年11月12日には百里基地で、 一般公開された航空訓練展示でも T-2 のブルーインパルスと共演した。この時はブルーインパルス塗装の F-86F も展示されたため3世代のブルーインパルスが同時に展示されることになった。同年12月22日、第4航空団第21飛行隊内の戦技研究班が解散すると同時に臨時のない第11飛行隊が 正式飛行隊として発足した。こうして、1996年4月5日の防衛、大学校入学式で、高架飛行による展示飛行、同年5月5日に、岩国基地で開催された、日米新全例では、アクロバット飛行による展示飛行を皮切りに、新しいブルーインパルスの活動が開始され、この年度は22回の公式展示飛行が行われた。 初の国外遠征第11飛行隊として発足した翌年の1996年アメリカ空軍からブルーインパルスへアメリカ空軍創設50周年を記念してネバダ州のネリス空軍基地において行われる航空ショーであるゴールデンエアタトゥーでの展示飛行の調整があったこれに対して検討を行った結果 一億数千万円を投じて、ブルーインパルス史上初となる国外への展開が決定した。しかし、アメリカでは観客の方向に向かって飛ぶことは禁じられており、高度制限もアメリカの方が厳しいなど、日本とアメリカでは展示飛行の基準が異なっていた。アメリカ連邦航空局の係官が来日し、松島基地でアクロバット飛行の内容をチェックし、 様々な懸案が指摘された。これに伴い、科目についても、進行方向を変えたりするなど、部分的な変更を迫られた。ブルーインパルスが運用する T-4 には、太平洋を横断するだけの飛行能力はなく、輸送船に船積みした上で、海上輸送することになり、1997年3月4日から、アメリカ本土への移動が開始された。 まず陸上自衛隊の木更津駐屯地まで機体と機材を輸送し、そこで輸送船にクレーンで船積みされ、同年3月10日に木更津港を出港した。パイロットが渡米するまでは訓練に使用できる機材がないため、第1航空団と第4航空団の教育集団から通常使用の T-4 をリースして訓練を行った。なお、 通常仕様の T-4 では、バードストライク対策のキャノピー強化が施されていないため、訓練は通常より高い高度で行われた。機体は、同1997年3月28日に、カリフォルニア州サンディエゴのノースアイランド海軍航空基地に到着。同年3月26日に、成田を出発した整備員が受領し、整備が行われた。 パイロットは4月5日に松島基地を出発し、4月6日に成田から出発、現地で整備員と合流し、4月10日にネリス空軍基地へ向かった。ネリス空軍基地ではサンダーバーズが使用する空域を使用した訓練が行われた。ネリス空軍基地は近隣にラスベガスマッカラン国際空港があるため、訓練には40マイル北にある。 インディアンスプリングス飛行場も使用した。ネリス空軍基地は、標高が高いことから気圧が低く、空気密度が低いためエンジンのパワーが落ち、変態を組むのも容易ではなかったという。また、砂漠での訓練飛行は、地上目標物が少なく苦労したという。ゴールデンエアタトゥーは、同1997年4月25日26日に、開催された。 アメリカ空軍のサンダーバーズのほか、カナダ空軍からはスノーバーズ、ブラジル空軍からはエスカドリラ・ダ・フマサ、チリ空軍からはアルコネス、そして日本からブルーインパルスと5カ国のアクロバット飛行チームが共演することになった。アメリカ空軍ではこれ以外にもイギリス、イタリア、ロシア、フランスのアクロバット飛行チームにも招待状を送っていたが、 渡米費の捻出ができずに参加を断念している。ただし、イギリス空軍とオーストラリア空軍は戦闘機の展示として参加した。低騒音であることがアメリカ人には物足りなかったらしく、サンダーバーズのような迫力はなかったものの、正確で緻密なパフォーマンス、日本とは全く異なる環境であるにもかかわらず、トラブルのなかったブルーインパルスの整備、支援体制は、 参加した、軍関係者からも高い評価を得られた。チェンジオーバーターンという科目を見たサンダーバーズのパイロットは、正確な軌道に惨事を惜しまず、南米のチームのパイロットも、プリサイスと共賛したという。この時に披露された科目のうち、ブルーインパルスのオリジナルカメである、スタークロスについては、最初のうちは5機が、バラバラの方向にスモークを引いているようにしか見えず、 ほとんどの観客は、イッがわからなかったという。しかし、スモークが伸びるにつれ、会場にいた子供の、スター。という声があちこちから聞こえ出した。アメリカ空軍のみならず、アメリカ合衆国そのものの象徴でもある星が、空中に描かれると、観客からは絶賛されたという。この、スタークロスは、アメリカ人の観客からは、 アメリカ空軍50周年を記念したスペシャルカメと思われていたと推測されている。回帰終了後、同1997年4月28日に、ネリス空軍基地からノースアイランド海軍航空基地へ移動し、そこで再度船積みを行って、同年5月6日に出港、松島基地には5月28日に帰還した。 このアメリカへの展開は3ヶ月に及んだため、この1997年の展示飛行回数は15回にとどまった。なお、この年には松島基地に新しい大社が完成した。1990年代後半1998年には長野オリンピックの開会式上空における高架飛行の要請を受けた。東京五輪とは異なり、 五輪を描くことはなかったものの、開会式の会場が、当期の山岳地域であり、会場が当期明細のように視任性に劣るため、会場の脇には、移動式多官が設置された。また、開会式当日は、第11飛行隊の飛行隊長が、会場から無線で編隊に直接指示を送る体制を、取った。開会式当日、ベートーベンの公共局第九番第音楽章の、 演奏、合唱が終了すると同時に、会場上空で5色のスモークを弾きながら、レベルオープナーを披露した。同年7月には、松島基地にブルーインパルス専用の格納庫と、ブルーインパルスミュージアムが完成。同年7月27日の松島基地航空祭において、お披露目式典が行われた。1999年からは、 カラースモークは使用されなくなった。一方、1982年の事故以来、水平系の科目しか行われていなかった浜松基地の航空祭では、この年の11月14日に浜松基地で行われたエアフェスタ浜松にいて、17年ぶりに垂直系の科目を含めた展示飛行が行われた。飛行隊として独立してから、 舞台運用や管理はスムーズに行われており、全国の航空自衛隊隊員にとって、ブルーインパルスは、魅力的な舞台となった。40周年目の事故ブルーインパルスが40周年、第11飛行隊も5周年となる2000年は、岩国基地で行われた、フレンドシップデーなどで、2000という文字を描くなど、ブルーインパルスが得意とする、描き物が、展示飛行に取り入れられた。 ところが、同年7月4日、金華山沖での訓練を終えて帰島する途中、5番機と6番機が、宮城県お鹿郡の鹿町の高山山頂町付近に墜落、3名が順移植するという事故が発生した。この事故直後から、ブルーインパルスは、活動を停止、同年7月末に予定されていた松島、基地航空祭も、中止となった。事故原因は、 皆無の中で高度を下げすぎたのが原因とされた。1991年の同じ7月4日にも墜落事故が発生しており、その日がどんな日であるかは、ブルーインパルスのメンバー全員が分かっていたにも、かかわらず発生してしまった事故だった。しかも、この事故では、墜落地点が、女川原子力発電所に近い地域で、女川原子力発電所の半径3 6トルに、 設定されていた飛行禁止区域をかすめて飛んでいたことが問題視され、周辺自治体の一斉反発を招いてしまった。このため、航空自衛隊では、訓練空域や松島基地への侵入経路を一部、見直した上で、飛行最低高度を設定するなどの安全対策を実施し、自治体との話し合いを続けた結果、2001年2月9日から訓練飛行を再開した。 単独機である5番機と6番機の要因を失った、ブルーインパルスの立て直しのため、第11飛行隊発足当時のメンバーだった、パイロットが一時的にブルーインパルスに共感として、復帰し、パイロット育成を実施した。また、機体も2機が失われ、通常2機が川崎重工でイランに入っているため、6機での展示飛行はできなくなった。それでも、 同年8月26日の松島基地航空祭から展示飛行が再開された。同年9月9日の三沢基地航空祭ではアクロバット飛行を含む展示飛行も行われたが、同年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件の発生により、その後の展示飛行はすべて中止となった。2002年4月5日に行われた。 防衛大学校入校式から活動を再開した。これが T-4 ブルーインパルスとしては通算100回目の展示飛行となった。また、6月4日に行われた FIFA フフワールドカップ会場の埼玉スタジアム2 0 0に上空でも高架飛行を行った。同年中には2001年度予算案で2機の調達が認められたことから9月までに2機の T-4 が 引き渡され、再び6期での展示飛行が可能となったのは、同年12月1日の岐阜基地航空祭からである。この期間は、パイロットのローテーションが変則的となり、3年という、本来の任期を超えて在籍したパイロットもいたが、2003年には、ほぼ以前と同様の状態に戻すことができた。50周年、通算展示飛行1000回を達成その後は、 新しい科目の研究や開発を行う余裕も生まれ、2004年には航空自衛隊発足50周年を記念した桜などの新科目も加わった。2006年には第11飛行隊が創設されて10周年になることを記念し、同年2月17日18日に記念行事も行われた。この記念行事では第11飛行隊で 天候偵察用に使用されている通常仕様の T-4 に対して特別塗装が施されたほか2000年の事故で殉職したパイロットの慰霊行事も行われた。翌2007年5月27日の三保基地航空祭で T-4 によるブルーインパルスとしては通算200回目となる展示飛行を達成した。2009年10月18日には 三沢基地航空祭において、サンダーバーズとの共演が実現した。2010年は F-86F で、ブルーインパルスが活動を開始してから50周年を迎え、パッチや帽子のデザインが変更されたほか、同年8月21日には、松島基地で50周年記念式典が行われ、1982年以降に、 事故で殉職したパイロットの慰霊祭が行われた。また、2011年1月23日に、那覇基地で行われた、エアーフェスタ2010では、F-86FT-2 時代を、通算して1000回目となる展示飛行が行われた。東日本大震災における被害に2011年3月、ブルーインパルスは、同年3月12日の九州。 新幹線前線開通を記念した展示飛行のため、同月10日に足屋基地への展開を行った。ところが、同月11日、九州新幹線前線開通記念の展示飛行予行を行った直後に、東北地方太平洋沖地震が発生した。ブルーインパルスの母基地である松島基地は、震源地に近かったため、 巨大津波に直撃されて主力戦闘機を含む航空機28機が水没するという甚大な被害を受けた。松島基地に配備されていた航空機で被害を免れたのは留守にしていたブルーインパルスの機体のみという惨状であった。言い換えれば基地に残してきた予備の1機が水没したもののブルーインパルス専用機は不幸中の幸いで被害を回避できた。 しかし、基地に帰還することもできなくなってしまった。当然ながら、翌3月12日の九州新幹線前線、開通記念の行事すべてとともにブルーインパルスの展示飛行は中止されている。基地機能の復旧に時間がかかるため、ブルーインパルスの隊員たちは、機体は九州に残したまま、同月14日に松島基地を呼び、 周辺地域の復旧作業のために帰還した。その後も、基地機能の復旧や津波対策を行う関係から、松島基地でのブルーインパルスの機体の受け入れ体制が整わず、その都度松島からクルーが、芦屋基地へ出向く移動訓練という形態を余儀なくされた。訓練飛行が再開されたのは、同年5月23日であった。展示飛行は、 同年8月7日に、千歳基地で行われた、航空祭から再開された。仮の母基地となった芦屋基地では、第13飛行教育団の大社内にある会議室に、曲がりする運びとなった。芦屋基地では、環境問題の関係からアクロバット飛行の訓練を、行うことはできなかったため、地元との調整の結果、同8月26日からは、追記基地上空において、 アクロバット飛行の訓練が再開された。離陸かめの訓練で、追記基地に離着陸することもあった。整備員が移動しなくて、済むように、芦屋基地から追記基地上空まで飛来して、訓練を行う、リモート訓練形式となり、地上統制要員は、追記基地まで陸路を移動していた。この他、日本海側にある三島分屯基地でも、洋上訓練を行っていた。 なお、松島基地が所在する東松島市では、同年8月に避難者の応急仮設住宅入居が完了し、全避難所が8月31日に閉鎖された。ちょうどこの時期に、東松島市で行われた、ありがとう。東松島元気フェスタで展示飛行が行われた。この時は、三沢基地からのリモートショー形式であった。震災による訓練中断と、 その後の不安定な天候により、この時期のブルーインパルスでは、要因連成にも遅れが生じ、半年ほど、第11飛行隊からの転出が遅れる事態になった。このような事情から、要因連成をメインとして、2012年の展示飛行は、通常の年の半分以下である12回に減らされた。松島基地への帰還松島基地へ帰還した T-4 その後、 松島基地の復旧と津波対策が進んだことにより、ブルーインパルスは2012年度内に松島基地へ帰還することになった。2013年3月15日には移動訓練の記念として、追記基地に配置される第6飛行隊の F-2, 第304飛行隊の F-15 との変態飛行訓練が行われたが、ブルーインパルスが TAC 部隊の戦闘機と変態飛行を行った事例はほとんど前例がないと言われている。同年3月25日には、芦屋基地において移動訓練終了を記念して、ブルーインパルスを別れ、フライトと称した展示飛行と機関記念式典が行われたが、展示飛行は平日の午前中であるにもかかわらず3500人の観客が訪れたという。 この時の科目には、本来なら2011年3月12日に披露するはずであった桜も含まれていた。ブルーインパルスは、同2013年3月28日に、芦屋基地を出発、百里基地を経由しながら3月30日に松島基地に帰還し、3月31日には、小野寺防衛大臣や地元の自治体関係者も集まって、 期間行事が行われた。また、同年4月6日には、東松島市商工会によって期間イベントが開催され、悪天候のため訓練飛行は行われなかったものの、タキシングやブルーインパルスジュニアの展示が行われた。期間時点では、ブルーインパルスの格納庫は、かさ上げ工事中のため、 津波対策として新たに整備された、対比用の格納庫とエプロンを使用する状態であるが、同年4月4日からは再び、金華山沖で、アクロバット飛行の訓練が再開された。同2013年6月1日、東日本大震災からの復興を後押しするために、福島県福島市で開催された、東北六玉祭りで、パレード会場の国道4号線上を、 小センターとして、ブルーインパルスの変態連携軌道12回目が行われた。エンジン不具合による飛行停止2019年4月2日に、三沢基地所属の通常仕様の T-4 が、訓練中のエンジンの不具合で緊急着陸した。その後の原因調査の結果、エンジン内の振動で、 タービンブレードが破損していたことが判明し、エンジンの振動を抑える部品を改良したものに、交換する必要が出てきたことから、部品交換のされていない T-4 はそのまま、飛行停止となった。同景気を使用する、ブルーインパルスも、部品交換まで訓練ができず、4から6月に予定されていた、鹿児島、山口、静岡、鳥取の各県での展示飛行を中止した。 その後、5月下旬に訓練を再開し、2019年7月21日に、宮城県松島町で行われたイベントで飛行を再開したが、部品交換の深度の関係上2機での再開となった。また、同年8月25日に開催された松島、基地航空祭においては午前中に1番機、5番機、6番機の3機で飛行し、午後には1番機、 2番機、3番機の3機で飛行した。その後、ブルーインパルス所属機の部品交換が進み、9月5日には6機での飛行訓練を再開した。その直後に行われた三沢基地航空祭では訓練の進捗状況により、1番機、4番機、5番機、6番機の4機で展示飛行を行ったが、 9月16日の小松基地航空祭から6機での展示飛行が再開されている。カラースモークの試験と再開2019年8月29日には使用を禁止していたカラースモークの実機試験を実施した。これは2020年の東京五輪関連行事での展示飛行に向けたものであり、まず8月29から31日に地上試験を行い、 9月3、4日には空中での試験を実施した。この試験ではスモークの視認性や空中で拡散するよう改良した染料の地上への影響を確認した。2020年3月20日、松島基地で聖火到着式が開催された際、ブルーインパルスが五輪を描き改良型のカラースモークが初使用された。 史上初の2チーム12期体制の構築2020年3月20日、松島基地での東京オリンピックパラリンピック聖火到着式典において、ブルーインパルス史上初となる2チーム12期体制の飛行が行われた。A 編隊が五輪を描き、B 編隊がリーダーズベネフィットを披露した。コロナパンデミックにおける医療従事者等への応援2020年に入って、 新型コロナウイルスのパンデミックが発生したことで患者が爆発的に増え医療従事者等に過大な負担が生じるようになった。世界各地の極技飛行隊が医療従事者らに向けた展示飛行を実施したことからブルーインパルスも医療従事者をはじめとする全国の皆様へ敬意と感謝を示すため2020年5月29日の12時40分から13時にかけて 東京都心の病院の上空を中心に巡回する展示飛行を実施した。人の集合を避けるため、飛行ルートは飛行開始の3時間前に公表された。2020年、東京オリンピックパラリンピック大会東京オリンピック聖火到着式にて2020年、東京オリンピック開幕に合わせ、開幕式前日の7月23日、5色のカラースモークを出して、 東京上空に五輪マークを描いた。今回もトラブルに備えてにチーム12機体制を構築し、通常仕様の T-4 が1機、第11飛行隊に追加配備された。両、チームとも2から6番機が戦技研究使用機、1番機は通常仕様の T-4 が用いられた。同年8月24日の東京2020。 パラリンピック競技大会開会式当日昼にも3色のカラースモークを用いてパラリンピックマークを東京上空に描いたが予備機3機が入間基地に着陸する直前適正高度以下でカラースモーク噴射を実施基地周辺の300台程度の車に水洗剤で洗い落とせない粒子が付着する被害を与えた 東京オリンピック会開会式前日の展示飛行前述の通り、ブルーインパルスは当初、飛行隊の中で、極技飛行を担当する一セクションという扱いで、発足している。このことを踏まえ、本節では、第11飛行隊として設立された1995年12月以降の体制について記述する。第11飛行隊の内部組織は、 飛行隊長を頂点とし、その下に飛行班、整備小隊、総括班という3つの部署が設置されているが、これは他の航空自衛隊の飛行隊と同様である。第11飛行隊特有の特徴として、パイロットと整備員については、任期が3年と定められていることが挙げられる。これは、実戦部隊を離れたからないパイロットが多いことに配慮し、 三年間という条件をつけることによって、第十一飛行隊への選出を行いやすくするためで、ある。また、飛行班、整備所隊においては、階級が空誌の隊員は存在しない。これは,空は2空1空、空誌は二等空誌、一等空誌、空誌長とも、任用期間が三年に限られており、第十一飛行隊の三年という、限られた任期の中では、 他の部隊で行われているような新人要請や空想への昇進試験などに時間を割く余裕がないための配慮である。通常の制服の他に展示服と呼ばれる展示飛行の際に着用するための専用の制服や飛行服が用意されていることや整備員とパイロットの連帯感が強いことも特徴である。相互の理解を深めるため訓練時にパイロットが 他のポジションの功績に同乗する機会を設けている。飛行班飛行班長以下、1機あたり1から3人のパイロットが在籍する。パイロットはドルフィンライダーと呼ばれており、パイロットスーツの左腕に装着するパッチにもドルフィンライダーと記されている。1番機については飛行隊長と飛行班長の両方が担当する機関もあるが、2番機から6番機までは、 交代要員としてのパイロットは存在しない。第11飛行隊は展示飛行の任務しか行わない。ため、日常のミッションはアクロバット飛行やウォークダウンウォークバックの訓練となる。自衛隊では珍しく所属するパイロットの個人名が紹介されている。前述のように3年間という任期が定められており、任期の業務内訳は以下の通りである。限られた。 期間内で訓練と展示飛行をこなす必要があるため、途中での担当ポジションの変更は一切なく、また、第11飛行隊に選出された、パイロット自身が担当ポジションを希望することもできない。左胸のネームタグもポジションナンバー入りとなっている。パイロットの選出にあたっては、操縦技量が優れていることのほか、高度なチームワークが要求されるために協調性がある。 ことが求められている。また、広報活動が主な任務であり、航空自衛隊の代表として多くの監修と接するため、社交性も要求される。なお、手当は普通のパイロットと同様である。ブルーインパルスへの移動は、本人の希望による移動と、命令による移動があり、2003年時点ではどちらかといえば、校舎の方が多かったが、2010年時点では、 本人が希望することが多くなっている。それまでの TAC 部隊では全くやったことのない操縦技術を習得せねばならず、最初はどのパイロットも戸惑いがあるという。また、TAC 部隊で戦闘機を自在に操っていたパイロットにとっても訓練内容は高度で厳しい内容であると言われる。一方、訓練の中で、 変態飛行の操縦技量等が著しく向上し、3年の任期を終了して TAC 部隊に戻ると、空中集合の速さに同僚のパイロットから驚かれたり、どうしてこんなに変態がうまいのと質問されたりするという。これについて、第11飛行隊の初代飛行隊長は、高度な操縦技術を3年間みっちり行えば、一般の部隊に戻った後に、 フィードバックできることも多いはずと述べている。なお、展示筆行は日中にしか行われないが、技量維持のため1ヶ月に数回ほど夜間、飛行訓練を行っている。基本的に過去の在籍者の再在籍は行われないが、事故による要因不足時に、共感要因としての再在籍があったほか、それ以外でも、要因の都合上移動から数年後に担当ポジションを変えて、 再在籍した例がわずかながらある。また、2020年3月20日に行われた、東京オリンピックパラリンピック聖火、到着式典において、史上初の2チーム12期体制とするために、OB が TAC 部隊から一時的に移動していた。その後、2021年の2020、東京オリンピックパラリンピック大会においても、同様の措置が取られている。 歴代隊長 T-4 ブルーインパルスの歴代隊長は部隊を去る際に飛行隊に込めた思いの言葉を残していく。整備招待地上クルーのうち整備を担当するのが整備招待で整備招待長以下20人前後が在籍。整備員はドルフィンキーパーと呼ばれ、整備服の左腕に装着するパッチにもドルフィンキーパーと記される。 一気に月三名の着付け整備員が配置され、そのうち一名が着付け長として受け持つ機体についての作業を任されている。他の部隊と異なり、機体を磨く作業が重要視されているのが業務内容の特徴である。航空剤などではエンジンスタートや地上誘導などを担当するだけではなく、展示飛行の際にはウォークダウンウォークバックを披露する。 観客に背中を見せる機会が多いため、展示服の背中には、ブルーインパルスのロゴも入っている。パイロットと同様、任期は3年間を原則としており、通常は1月に着任して、実務訓練を受ける。また所属隊員の個人名が紹介されている。総括班総括班長は2006年4月までは5番機の、パイロットが兼務していたが、2006年4月以降は、 展示飛行を行わないパイロットが選任されている。パイロットであるため、ネームタグは飛行班と同じデザインで、7番機のポジションナンバーが入っている。総括班は、飛行スーツやヘルメット、酸素マスクなどの維持管理を行う、救命装備員、飛行計画を管理する、飛行管理員、物品調達を行う、補給員、その他の処務を行う、総務員という業務内容で、 航空祭の時にも、パイロットや整備員と同行して、展示飛行の準備を行うため、展示服が用意されている。格納庫は1998年7月に建設された。緩やかなアーチ形状の屋根で、正面には、ホームオブザ・ブルーインパルスという文字が入れられており、ハンガー内部の床面中央には、直径10メートルほどの大きさで、ブルーインパルスのエンブレムが描かれている。 飛行大車は格納庫に隣接しており、1階には資料展示室があるほか、屋上には訓練を見学するための観客席が設けられている。なお、同大車と格納庫は2011年3月の東日本大震災による津波で水没し、損傷したが、駐機場と格納庫を約3.6メートルかさ上げし、格納庫には防水扉を設置。滑走路との間に、 長さ約200メートル、幅約23メートルの誘導路も新設した。業務用車両として、現地クルーの移動支援用にトヨタランドクルーザーと、ホンダアクティを導入していたが、2010年に、日産、エクストレールを導入した後、ランドクルーザーは使用されていない。いずれもブルーインパルスの機体と同じ、イメージの塗装が施されている。このほか ブルーインパルス専用のトーイングカーと電源車を保有する。なお、給油車については、飛行軍ではなく整備補給軍の所属であるが、そのうち一台は、スモークオイル専用の給油車で、松島基地にしか存在しない。ブルーインパルスの訓練は、以下の場所で行われる。浜松広報館に保存されている F-86F 初代機体 F-86F は、 航空自衛隊創設にあたり、アメリカから供与された当時の主力戦闘機である。使用機体は全機回収に手取得されており、ブルーインパルス向けとして新造された機体は存在しない。原則として、浜松基地に配備されていた機体の中から以下の条件が揃った機体を選び出し回収していた。主な回収点は、後部胴体にある。 燃料タンクのスモークオイルタンクへの転用、スモーク発生装置のエンジンノズル工法への設置で、一部の景気の配置変更や置き換えも行われている。スモークオイルのタンク容量は105ガロンで、約50分の連続発煙が可能であった。しかし、この改造に伴い、本来は飛行に使用する燃料の搭載量が少なくなった。 ドロップタンクを装備しない場合の F-86、F 許容 G は 7.0G であるのに対し、ドロップタンクを装備した場合は、ドロップタンク内の燃料が空でも許容 G は5、5G、燃料満載時には許容 G は 5.0G で、演目によっては許容 G に余裕がなくなる。このため、当初は、ドロップタンクを外した、クリーン形態で、展示飛行や訓練を行っていた。 しかし、展示飛行の科目の増加に伴って、燃料タンクの容量不足が問題化。1966年頃からは、安全上の検知から、ドロップタンクを常時装着することとなった。機体の塗装は、当初は通常塗装機が使用されていたが、第一航空団の部内で募集された、デザイン案の中から、1961年に、金属の地肌に、青と、 ピンクとライトブルーの斜めストライプを配した専用デザインが施された。なお、変態長期の宮尾の部分を金色としていた。ピンクやライトブルーの部分は退色が激しく白色に近い状態となったため、後から追加回収された機体ではこの部分の色を濃くして対応した。その後、1963年頃にチーム内で塗装案を検討し、 東方映画、今日も我大空にありへの撮影協力をきっかけに、東方デザイナーが協力することになった。1963年10月には92から7872号機が試験塗装を施され、これを手直しして1963年11月に、正式に新塗装が決定した。所属期間は機体によってまちまちで、1年程度しか。 使用されなかった機体もあれば、解散までのほぼ全期間を通じて使用された機体も、ある。使用された計34機のうち、1981年の最終飛行時まで在籍していたのは9機、ブルーインパルス所属のまま事故で失われたのは4機。校舎のうち1機は、ブルーインパルスとは関係のない学生訓練中に、発生した空中接触事故で失われている。 この34機の中には、米軍からの供与機も含まれており、それらの機体は、用途廃止後に米軍に変換されている。一部は、無人標的機、q f 8 6 f に改造され、空中標的として使用された。最後まで使用された機体の1機である02から7965機は、用途廃止後もしばらく胴体保存状態に置かれ、 1985年11月16日の浜松基地航空祭にてタキシングを披露したが、半年後ブレーキ系統に不具合が生じたため、地上展示専用となった。T-2 離陸時に炎を引く、トーチング2代目機体 T-2 は、国産発の超音速高等練習機である。パイロットからは F-4EJ をブルーインパルス用として汚水券もあったが、 大型すぎることや燃料消費量が大きいことから実現に至っていない。最終的には国産機であることや練習機であるため操縦性や安定性に優れているという理由で t スに導入が決定した。しかし t スには翼面荷重が大きい超音速機であり旋回半径も大きかった。エンジン推力が比較的小さいこともあり、 高軌道を行うと、速度低下が著しかった。このため、科目間のつなぎのための旋回が F-86F 時代に比べて大きくなり、演技に間延びした感が出てしまうことは避けられなかった。この間延び対策のために、F-86F 時代の標準だった5機変態に、ソロを一機加えた六機変態に変更された。ブルインパルスで運用された機体は、 後期型6機がブルーインパルス用として新造されたほか、前期型から2機がブルーインパルス仕様に回収されている。1983年と1986年に補充のために後期型から1機ずつがブルーインパルス仕様に回収された。ブルーインパルス仕様の回収点はアクロバット飛行用に胴体内の第7燃料タンクを スモークオイル用に転用したスモーク発生装置が主なものである。離陸時にスモークオイルを噴出しないで、アフターバーナーを使用すると、スモーク発生装置のノーズルが溶解してしまうため、離陸水力とアフターバーナーの併用時には、スモークオイルを流すようにしていた。これによって、スモークオイルが高温の排気によって燃焼し、長い炎を引くことになったが、 偶然の産物であったものの観客には強い印象を与えることになった。これはトーチングと呼ばれ世界のどのアクロバット飛行チームにもない T-2 ブルーインパルスだけの特徴となった。機体の塗装は T-2 では一般公募が行われた結果2055点の応募の中から女子高生4人のグループによるデザインが最優秀賞となりこのデザインに 機種部分と主翼下面を中心とした大幅な修正が行われた上で実機に塗装された。1987年以降は尾翼にポジションナンバーを記すようになり、T-2 を母体として開発された F-1 支援戦闘機からのフィードバックとして、バードストライク対策がなされた一体型風防への交換も行われた。戦技研究班解散後には、 学生教育にも使用されたが、前述のように燃料タンクの一部をスモークオイル用に転用しているために400リットルほど燃料搭載量が少ないため、胴体下にはドロップタンクが装備された。その後イランで通常の T-2 とほぼ同じ仕様に回収され、単にブルーインパルス塗装の T-2 となった。現在、全機体液3代目機体 T-4 は その機体形状から、ドルフィンの相性もある国産の中等練習機である。翼面荷重が 260kg と小さく、エンジン水力に対する重量比も F-86、F や T-2 と比較すると大きく、低空での性能は F-15 をもしのぐ。このため、360ドループのような、高 G の連続科目や、 バーティカル9イ8のような垂直系の高負荷高めが余裕を持ってできるようになった。ブルーインパルスが運用する機体は、戦技研究使用機と称し、以下の点が通常使用と異なっている。こうした変更により、通常使用の t-4 とは大きく、使用が異なる。このため、f-86f や t-2 と違い、原則として、 通常の T-4 で訓練することができなくなった。2010年までに導入された T-4 戦技研究使用機は11機前機が新造機として取得され、後に10機が東日本大震災で被災した26から5804と寿命を迎えた機体の置き換えとして既存の通常使用機からの中途回収で配備された。製造当初から 戦技研究使用機であった機体は、2020年3月末頃の46から5731の用途廃止をもって、前期が退役している。また、通常使用の T-4 も1機、程度運用しており、洋上の訓練空域の天候偵察など、戦技研究使用機を必要としない任務で使用されている。機体の塗装は、 T-2 と同様に一般公募が行われ、応募された2135点の中から、斉藤茂太の息子で、モデラーや F-4 のファンとして知られる、精神科医の斉藤昌二によるものが採用された。なお、T-4 導入後の1995年8月には、T-4 の後継機として、F-2 支援戦闘機の導入が、訴状に上っており、 1996年度の防衛予算案で、ブルーインパルス仕様として9機の F-2 が、計上されたが、認められなかった。02から7960号機59から5111号機、国立競技場のファイナルイベント、さよなら国立競技場ファイナルフォーザフューチャーでの、展示飛行展示飛行が行われるのは、各地の航空自衛隊の基地で行われる。 航空祭が主であるが、国民的な行事への参加なども見られる。また、2010年頃には、海上自衛隊や陸上自衛隊など、航空自衛隊の基地以外でのイベントへの参加も見られるようになっている。2013小松基地航空祭前日予行ただし、民間航空と滑走路を共用している基地の場合、ブルーインパルスが展示飛行を行っている間は、 一切の離着陸ができなくなるため、展示飛行が見られないこともある。こうした基地で展示飛行が行われる場合、開催日のかなり前から民間航空会社へ協力を要請しており、ノータムと呼ばれる航空情報にもその旨運航関係部署に配信される。開催当日、民間航空会社側では配信された情報によって出発地の離陸時間を調整したり、 空港手前の旋回待機を行ったりしている。また、飛行場以外の場所や、滑走路が短く、t 4乗り着陸ができない基地での展示飛行では、別の基地に展開を行い、そこを拠点にして展示会場まで飛ぶ方法が取られており、これを、リモートショーや、リモート展示と称している。ブルーインパルスの展示飛行内容は、気象状態や、 使用可能な空域などによって決められる。アクロバット飛行の展示飛行は、指定が 8km 以上で行われ、運転の高さによって以下のように区分されている。この区分は、その時の天候に応じた可能な限り高い区分での展示飛行を行っているため、展示飛行中であっても、天候の変化によって変更されることがある。空域に制限がある場合や飛行場以外の会場で、 行われる展示飛行では、指定が 5km 以上確保でき、シーリングが3000フィート以上ある場合に、変態連携軌道飛行と呼ばれる展示飛行が実施される。バンク角が90度を超えないような水平形の演目や高架飛行などを組み合わせた内容となる。また、指定が 5km 以上確保でき、シーリングが1500フィート以上ある場合は、高架飛行が実施される。 それ以下の気象条件では、ブルーインパルスの展示飛行は原則として行われない。通常、展示飛行は予備機を含めた7機で展開を行う。予備機を除いた6機の役割は以下の通りである。スモーク展示飛行で使用されるスモークは、スモークオイルをエンジン排気で加熱して気化させ、そのまま大気中で冷却することで凝結し白い、煙のように見せている。 スモークオイルは極技飛行の分野で主流の切削油を使用している。スモークオイルをエンジン排気口の後部に噴射するため、機体後部に噴射装置を搭載し、スモークオイル用のタンクも確保されている。また、操縦席にはスモーク用のスイッチも設置されている。スモークは科目に応じて発生させるタイミングが決まっており、1番機や5番機からの指示によって、 スモークを発生させたり停止したりしている。ただし、一機のみで行うソロ科目においては、パイロットの判断により使用する。1998年まで使用されていたカラースモークは、切削油に専用の染料を混ぜることによって発生させていた。カラースモークを使用しなくなった理由としては、以下の理由が挙げられている。カラースモークの色はポジションによって決まっており、 一番機と五番機が白、二番機が青、三番機が赤、四番機が黄、六番機が緑を使用していた。同時期には各国の極技飛行隊でも同様の問題を理由にカラースモークの使用が禁止されていったが、拡拌しやすく地上物への影響を抑えた染料の登場もあり、パトルイユド・フランス、フレッチェ・トリコローリ、レッド・アローズなどは 都市上空でもカラースモークを使用するようになった。ブルーインパルスでも2020年の東京オリンピック開会式で再び五輪マークを描く構想が空地内で持ち上がったことでカラースモーク再開への機運が高まり航空開発実験集団がフランスなど海外の展示飛行で使用している線量を取り寄せて車や洗濯物などの地上物への影響や 機体との適合性など日本で使えるかどうかの検証を行い2019年中に実機試験を実施した上で翌年3月20日に松島基地で行われた東京オリンピック聖火到着式においてカラースモークを使用した展示を行った東京パラリンピックでは展示飛行の予備機が入間基地への着陸直前の135メートルから30メートルの 高度からスモークを使い切る目的で不適切な噴射を行い、近隣の自動車、約300台にカラースモークの粒子が付着する被害が発生した。塗料は水や洗剤では落とせないため再塗装が必要となり、航空自衛隊では賠償を検討している。ブルーインパルス船に置には特別塗装が施されており、F-86F から T-4 まで、 4度の変遷を経ている。F-86F 初代塗装1960.10から1963.8チーム誕生を当初は、第一航空団の他の機体と同じ無塗装に、木と黒のチェッカーテールだけであったが、次第に極技飛行の出番が増え、チームの目印がないということで、1960年10月から部内でデザインアイデアを募集した。 その結果、初代塗装デザインが決定した。それは、ジュラルミン向き出しの無塗装に、木と黒のチェッカーテールは変わらなかったが、リーダー機の機種部分は、ゴールドとピンク、主翼や機体後部にかけては、ゴールドとライトブルーに彩られ、ウイング機は、リーダー機のゴールドの部分が、ダークブルーとなっていた。主翼の先端には、蛍光オレンジのテープが貼り付けられた。しかし、 このデザインでは、上面と仮面が分かりづらく、アクロバット飛行中の姿勢がすぐに判断できないということで、わずか22ヶ月の使用に終わった。F-86F 新塗装1963.11から1981.2部内で塗装デザイン変更の機運が高まりつつあった。頃、ブルーインパルスと第一航空団は映画。 今日も我大空にありの撮影に協力することとなった。東方映画のデザイナーの協力のもと、白を基調にした機体に、ブルーのストライプを入れ、仮面は、バーミリオンのラインが、特徴的なデザインとなった。また主翼も上面はブルーを、仮面は、無塗装に、バーミリオンと対照的なデザインであった。なお、92から7872号機は、試案機として、 シアンデザインが塗られた。この機体はその後もソロ機として展示飛行を行ったが、新塗装に塗り替えられた。ドロップタンクはオレンジ色に塗装され、翼端側の前方寄りに白色の筆機体でブルーインパルスの文字が入っていた。この塗装デザインは F-86F ブルーインパルスが引退する1981年2月までの18年間使用された。 t-2 塗装1982.7から 1996.12f-86f から t-2 へ機種変更することになった。ブルーインパルスは新たな塗装デザインを一般公募することとなった。これは世界的に見てもあまりなく前代のデザインを踏襲するのが一般的である。そして選ばれたのは 意外にも4人の女子高生のデザイン案であった。それは F-86F 時代の面影を全く感じさせないもので、フタロシニアンブルを基調にした機体にライトブルーと白のラインが配されたものとなった。この塗装をブルーインパルスの T- に前期に施し、1982年7月25日の松島基地航空祭にて一般公開された。 ドロップタンクは演技時に降ろしているが、オレンジ色に塗装され翼端側の中央寄りに白色の筆記体でブルーインパルスの文字が入る専用塗装のものが用意されており、フェリー時に使用していた。このデザインは F-86F 時代のファンには不評だったようであったが、女子高生の案が採用されたことでファンの層が広いことを示す出来事であった。 ただし、デザインした女子高生たちの名誉のために保湿すると、実際に施された塗装は、女子高生たちのオリジナルデザインとは機種周りの色のバランスが全く異なっていて、専門家の助言を得て変更されたものであった。変更したのが誰で、何の専門であったのか不詳であるが、オリジナルの良さは失われてしまっている。この塗装は1996年12月に、 引退するまでの14年余り使用された。T-4 塗装富士山上空のブルーインパルス1997.1から1992年11月、T-4 ブルーインパルスの塗装デザイン案が、T-2 の時と同様に、一般公募された。選ばれたのは、精神会でもあり、ブルーインパルスの熱狂的なファンでもあった、斎藤昌治氏のデザイン案であった。 幼少の頃に強い印象に残った F-86F ブルーインパルスのデザインを意識した作品であるという。そのデザインは、上面は F-86F 同様白でまとめられているが、下面はバーミリオンではなく、ブルーになっている。主翼や水平尾翼も上面は白、下面はブルーで統一されている。尾翼は全面ブルー、そこに、 ポジションの数字が入れられている。ドロップタンクの塗装は、機体と同じく上面が白、下面がブルーの2色となった。この塗装デザインは2021年現在も使用されている。F-86 時代の主な科目 T-2 時代の主な科目チェンジオーバーターンローリングコンバットピッチ T-4 時代の科目 F-86F 時代 T-2 時代。 t-4 時代ラグビーワールドカップ2019日本 VS ロシア新型コロナウイルスへの対応で医師や看護師来両関係者に感謝の気持ちを示すため白いスモークを出しながら東京都心を飛行使用機のうち F-86F はすべての機体が用途廃止までブルーインパルスで使用されていたわけではないなお F-86FT-2 時代は 通常の機体からの回収点が少なかったことから、訓練飛行時に本番に向けた整備やローテーションの関係で機数が不足した場合は、通常の機体を借用していたことがあった。T-4 は、経年老朽化のため、2012年度より、戦技研究使用機化回収をスタートさせ、2020年までに10機が回収され、うち9機は、小牧基地で、 モスボール保管されていた機体を回収し、一機は第303飛行隊に配備されていた機体を回収した。これにより、第11飛行隊発足以降、戦技研究使用機として製造された機体はすべて退役した。ありがとうございます。